今日はですね、僕の乗っているこのセロ225用のチューブレスオイルですね。こちらをチューブ仕様に、加工していきたいと思います。なぜわざわざですね、チューブレス仕様のホイールをチューブ仕様にするかと言いますとですね、こっちのガスガスと、競技用のバイクのタイヤですね、美味しいところがね、終わっても、やっぱりその、ツーリングとかフラット林道とかそういったところを走るにはですね、まだまだ十分履けますので、今後はですね、まあちょっと美味しいところがなくなったタイヤを、まあ、セローに、移していこうかなと。まあ、お財布にもね、当然優しいですし、そっちの方が、まあ、今の時代に即しているというか、エコで、まあ、サステナブルなので、自分がやっていきたいと思います。まあ、他にもですね、オフロードバイクのですね、まあ、タイヤのメインストリームってやっぱりチューブタイヤじゃないですか。まあ選べるものが多いとか、現在のチューブレスホイールのオフロードタイヤでもはっきり言ってね、もうこの今使っているツーリスト一択かなといったところで、まあ、他にね、正直あんまりいいものがないように思います。ツーリストもですね、まあオンロードからオフロードまで使えてかなりのグリップ力があるんですけど、このキャラメルタイヤ特有のですね、目詰まりのしやすさとかもあって、まあ、ぐちゃぐちゃの路面とか、あと、まあ、ふかふかの腐葉土の路面であったりとか、そういったところだとですね、僕らみたいな一般ライダーだと結構進めなくなったりとか、まあそういったこともあってですね、まあいい、めちゃくちゃいいタイヤなんですけど、やっぱりちょっと、すべてのシーンで使えるっていうタイヤではないように思います。セローにはね、まあ似合うんですけどね。でですね、チューブ化してしまうと、チューブレス仕様に戻せないんじゃないかっていうふうに思っている方もいらっしゃるんですけど、まあ僕もそうやったんですけど、リードストッパーの、まあ、穴を開けていくんですけど、そこにですね、バルブを入れてやるとですね、またチューブレス仕様に戻せるらしいです。ただエアバルブが2つ3つになってちょっとブサイクになってしまうのが、まあ、良くないところなんですけど、まあ、チューブ化しても、チューブレス仕様にまた戻せますよっていう話ですね。じゃあですね、早速作業の方始めていきたいと思います。じゃあ次はタイヤを外していきます。落ちないよね、やっぱり。落ちない。タイヤレバーで片方を押さえながらですね、もう一本レバーを入れて、ビードをですね、コジコジしてやったら、結構簡単に落ちました。そして前もこのやり方で簡単に落ちた記憶がありました。とりあえずですね、タイヤを外して、削る位置の、チェックを入れました。というわけでですね、切削と穴開け完了しました。ちょっとですね、手順とおさらいしていきたいと思います。まずですね、フィードストッパーを取り付ける位置なんですけど、ここがエアバルブの位置ですね。最初ね、ここにしようかなと思ってたんですけど、直前になって
いや、待てよ、これ近すぎるなと思って。バルブから一つ開けたところ、ここを一箇所目にしました。一箇所だけ開ける人は、まあ、ここだけでいいんじゃないかと思います。で僕の場合、二箇所開けたので、ここの位置の対角になる位置ですね。ここにもう一箇所加工をしました。まあ、リムが DID 製で、かなりしっかりしたアルミが使われているんで、なかなか硬かったです。まずですね、2ミリか3ミリのドリルで穴を開けて、だいたい9箇所ぐらい開けたのかな。でですね、糸の子で縦の部分をカットして、最後はですね、のみでハンマーで叩くと、まあ、ポロッと取れました。で、次にですね、僕はリューターを持っていたんで、それでガーッと綺麗に削ったんですけど、リューターがない人は、まあ、ヤスリで削っていくしかないんで、結構ね、時間がかかると思います。まあ、そこまではね、そんなに難しくはないんですけど、次、穴開けですね。僕の場合、このうまいことセンターに、どっちも開いてるんですけど、本当にね、この裏側見てもらってもわかる通り、チューブレスホイールなんで、何の印もないんですよね。位置がね、全くわかんないんですよ。だからね、もう本当に、目測になるんですけど、こう見比べながら、ちょんと、マーカーで印をして、何度も何度も見比べながら、位置を調整して、ポンチで叩いて、次ドリルですね。でまた3ミリで穴を開けて、次に6ミリ、8ミリと拡大しました。で、8ミリの穴ですね。最終的には。で、もしね、また、チューブレス仕様にしたいときは、まあ、11ミリまで穴を拡大してやると、空気のバルブが入れれるようになるんで、また、チューブレス仕様にするときは穴を拡大する必要があります。まあ、個人的にこだわったところは、ちょっと純正っぽく、R をつけて加工をしました。まあ、なかなかいい感じにできたんじゃないかなという。思います。それではですね、ガスガスについているこちらの IRC の VE33S、こちらのタイヤを外して、セロの方に組んでいきたいと思います。はい、タイヤの方外れました。まあ、個人的な感想なんですけど、この VE33S っていうタイヤなんですけど、まあ、ツーリストと比べてですね、まあ、ツーリストはですね、なんていうか、岩盤であるとか、乾いた、硬く締まった土の上とか、そういったところではですね、こちらの 33S より、まあ、強烈なグリップを持っているんですが、やっぱりね、ぬかるみであったり、ふかふかのところはね、まあ、ブロックが埋まったり、ブロックダウンが低いのもあって、進まなくなったりするんですけど、まあ、こちらの 33S は、まあ、ブロックダウンも高いし、ガンガン刺さって前に進んでいくというタイヤです。ブロックもね、柔らかいんで、まあ、岩盤であるとか、こちらのツーリストほどではないんですけど、まあ、かなりグリップして、非常にオールマイティに使えるタイヤです。WR に乗ってるとき、これで高速道路も走ったんですけど、まあ、80キロぐらいやったらね、非常に安定して走りました。特にね、問題なく使えていました。で今回購入したものなんですけど、まずこの IRC のヘビーチューブですね。まあ、詳しいサイズとかは概要欄の方に示しておきます。で、ダンロップのビードストッパー。あと DRC のね、このビードストッパー用のクイックリリースナット。まあ、これいっぱい持ってたんで、まあ、これも使っていきたいと思います。非常にね、強く締め付けられて、取り外しも簡単なんで愛用しています。で、リムバンドなんですけど、スポークがリムに出てきてないんで、これ必要ないような気がしますね。まあ一応保護のためにつけておきます。でまあこのヘビーチューブなんですけど、本当にツーリングする人にもおすすめで、非常に耐久性も高くてパンクもしづらくて、タイヤ組むときもね、やっぱりね、ごついんで組みにくいのは組みにくいんですけど、多少レバー噛んでも穴開いたりパンクしにくいんで、まあ、非常におすすめですね。
よいしょ。ふぅ。いや、硬かったっすね、結構。まあ、言い訳させてもらうと久しぶりやったっていうのもあるんですけど、ビードストッパーがきっちり入ってなかったんで、タイヤのゆとりが出んかったような感じがします。ビードストッパーはね、いい感じに入っとったら、かなり余裕も生まれます。OK かな。じゃあちょっと空気入れてみたいと思います。昨日、空気を入れて4キロほど入れたのかな。で、一晩放置したタイヤなんですけど、うん。大丈夫かな？空気抜けてなさそう。うん。大丈夫ですね。チューブに傷なく取り付けられたみたいです。なんでね、ちょっとバイクの方に組んでいきたいと思います。まあ、このように印入れとけば、まあ、締め付け取る位置で測らんでも、まあ、大体の値は出ますね。ここが一番狭くなる感じですかね。こっちはね、まあまあ、余裕がありますね。スイングアームの根元にも、まあ、一番山が高い状態でも、まあ、ギリギリ入るかなといった感じです。ちなみにチェーンはね、伸ばしています。スプロケットは純正ですね。で、バルブが動いた時にですね、このナットだとむしれてしまう時があるんで、こういったゴムの、バルブが傾いても、バルブが破れないようなものを取り付けます。DRC ですね。これも DRC 製で、バルブキャップス。虫外しがついているんで結構使いやすいですね。これも取り付ける。で、ビードストッパー。ちょっと派手かもしれないですけど、いいんじゃないですかね。というわけでですね、ちょっとだけ試走してみたんですけど、やっぱりあのツーリストと比べるとちょっとね、やっぱゴツゴツした感じはあるんですけど、普通に一般道から比べるまで特に問題なく走れました。それではですね、このセローのチューブレスタイヤをチューブ化する動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。